どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、実はというわけではないんですけども、ツイッターとかでねもう結構つぶやいてたんですけども、こちら見えますかね、 FDA 富士ドリームエアラインですね。こちらからね郵送物が届きましたということで、まあ、今回の動画ではですね、こちら中身がですね FDA のロゴ入りマスクっていうのをですね、ツイッターの方でこの公式アカウントでですね、リツイート企画みたいな感じで、まあ、リツイートするとですね抽選でこれ何名だったかな、15名様にプレゼントっていうのをゴールデンウィークぐらいにねやってたんですよね。私ね、まあ、動画で飛行機とかにもね乗りますんで、ちょっとつけたいなと思って、まあ、応募したんですよね。そしたらこれねリツイートで、まあ、15名の方に、まあ、プレゼントということで、リツイートされた数がですね3100ぐらいなんですけども、なんと私ね当選したんですよね。いやこれはねびっくりですね。かなり嬉しいですよね。まあ今回ですね、まあ、こちらせっかくねロゴ入りマスク来ましたので、まあ、こちらね開封ねしていきたいと思います。それでは早速ね開けていきたいと思います。こちらはですねヤマトから届いたんですね。まあこんな感じのね封筒で届くわけなんですけども、まあ本当にね FDA の封筒っていう感じで、まあ、特にねあの普通の白い封筒で届いてます。まあ、普通の白い封筒ってまあ当たり前なんですけどね。よし開けていきましょう。よいしょ、いきます。名前とか書いてあるのかな、ちょっと分かんないからそのまま行きましょう。いきます。どうこんな感じでいいかな。よいしょ、オープン、いきます。まだ私もあんまり見えてません。どうでしょうか、映ってますかね。こんな感じになっております。こんな感じです。映りましたかね。はい、で、紙とこのマスクがね別になってまして、紙にはですねよいしょ、こんな感じでちょっと綺麗に映ってたらいいんですけど、ちゃんと写ってなかったら写真とかね出しておきますね。背景平素より富士ドリームエアラインズをご愛顧いただき、これごろよりお礼申し上げます。この度は弊社のツイッタープレゼントキャンペーンにご応募いただき誠にありがとうございます。下記の通り応募いただいた FDA ロゴ入りマスクをお送りします。富士ドリームエアラインズはこれからもお客様のご希望に応えますよう社員一丸となりまして一層精進していく所存でございます。今後とも引き続きご支援ご愛顧を賜りますようよろしく申し上げます、ということで、FDA ロゴ入りマスクということで記載がありますね。いや本当にありがたいですね。はい、じゃあ実際ね開けていきましょう。でこんな感じになってます。今から袋開けてみますけど、開けない状態だとねこんな感じです。うん、ブレスイヤーマスクって書いてありますね。普通サイズ、立体形状、手洗い可能、蒸れにくいということで、ちゃんとねここに、まあ、ちょっと後でちゃんと袋から出してみますけど、ロゴもねここに入ってますね。これ上にね FDA のロゴ入ってるんですね。今はね多分まだ販売とかねされてないと思うんですけど、まあ、このツイッターのねプレゼントキャンペーンの時に購入されたいっていう方もね結構リプしてた方もねいらっしゃいましたので、まあ、今後ね発売とかねされるかもしれないですよね。まあこういうねあのロゴ入りマスクって面白いっていうかいいですよね。飛行機好きな方だったらね結構欲しいと思うんですよね。いやいいですね。色はねこれはちょっとねカメラだと綺麗に写ってるかわかんないけど、ちょっと灰色っぽいね感じですかね。白ではない灰色っていう感じですね。はい、ちょっとここにね ANA のねこちら ANA のね白のこの ANA のねロゴ入りマスクがあるんですけども、ちょっとこれともね後で比較したいと思います。それではね実際に開けていきましょう。これは開け口とかはないのかな。 ありますね、普通に手で開けれますね、これね。よいしょ。で、開封です。よいしょ。いきます。こんな感じです。いや、いいですね。いい。色もね、ちゃんと写ってるかな。顔を隠せばピントが綺麗に合いますかね。こんな感じで。うん、いいですね。裏はね、
ロゴなしですね。ここにだけロゴが、FDA のね、ロゴが入ってるっていう感じですね。それはですね、せっかくなんでつけましょう。うん、これ普通サイズでしたね。よいしょ。よいしょ。あ、これね、あれですね。かなりぴったりしてますね。こんな感じになります。かなりぴったりしてる。かなりぴったりしてますね。私ね、こちらの ANA のね、マスク、こちらね、私一番最初の販売で、購入させていただいて、今ね使ってるんですけども、これね L サイズで私注文したんですよね。白と黒両方持ってるんですけど、これねかなりでかいんですよね。動画でもね言ったと思うんですけども、結構大きくてですね、私いつもねこういうメガネをねかけてるんですけども、これねメガネかけてないとね落ちてきてしまうぐらいね L サイズだと大きいんですよね。もちろんね、人それぞれね洗い方とかで、この伸びっていうのは変わるかもしれないんですけど、ちょっと大きくてですね、その点ねこの FDA のマスクすごいぴったりですね。顔がちょっとね私長いんで、気づいてる方もねいらっしゃるかなと思うんですけども、ちょっと窮屈ぐらいねぴったりしてるんですよね。でこちらは何マスクなんだろうな。これね素材が書いてないですね。これ何なんだろう、書いてないですね。書いてない素材が書いてないですね。何なんだろうこれ。ちょっとわからないんですけど、これのね注意事項にはですね、抗菌仕様などの機能は一切ございません。そのため繰り返しご利用の際は衛生状態におきましてはお客様自身でお気をつけくださいますようお願いします、ということで、あとですね、デリケート素材のため強引に引っ張ると破損の原因になりますのでご注意ください、ということで記載が書いてありますね。多分ね、これもね繰り返しね使えるマスクなんで、使ってたらね程よく伸びていくんじゃないかなと思うんですけども、いやこのねぴったり感すごいいいですね。すごい気に入りました。この ANA のマスクもですね、非常に気に入ってるんですけど、ちょっと L サイズですごい大きいんでね、私のサイズミスっていうのもあるんですけどね、私ね顔が長いんで、L サイズでぴったりだと思ったらですね、かなり大きかったっていう感じなんですよね。ANA のマスクとね比べるとこんな感じですね。ちょっと外しましょうね。よいしょ。 ANA のマスクとね、ちょっとこれ比べづらいな、これがいいか。 ANA のマスクとね比べるとこんな感じになります。やっぱりこっちがねちょっと灰色っぽいですよね。こっちはもうね ANA の方は縁取りは、ちょっと灰色なんですけども、この真ん中の部分ロゴがあるところはもう真っ白っていう感じで、こっちはね全体的に薄い灰色っていう感じなんですよね。濃い灰色ではないんですけども、比べるとねこんな感じになるんですよね。いやかなりいいですね。ちょっとね今後ですね飛行機に乗るときにねこれつけていきたいですね。ちょっとねこの ANA のマスクはね確か抗菌で50回洗っても使えるみたいなねそういうマスクで、購入するとですね1枚2500円とか700円とか、そのぐらいしちゃうマスクなんですけども、こっちはね、Twitter のキャンペーンでねいただけたということで、かなりありがたいですよね。はい、ということで今回はですねこの FDA のマスクをですね Twitter のキャンペーンで3000何百名からの15人にね選ばれてもらえたということで、今回ねこのマスクをね紹介させていただきました。いやこういうねキャンペーンはねいいですよね。はい、またあったらですねじゃんじゃんね応募していきたいなと思います。ちょっとねできればねこれかなりねつけ心地がいいんでね、ぜひねFDA まだね見てないと思うんですけども、ぜひこちらね一般販売ねしてみたら売れるんじゃないですかね。まだね外では使ってないですけども、かなりね装着感っていうのはねかなりつけ心地がいいんでですね、私もね販売ねぜひされたらもう1枚ぐらいですね、これ灰色なんでねできれば違うカラーをね出していただけるとちょっと購入したいなとかも思いますので、ぜひ公式さんお願いしたいと思います。ということで今回ですねこの Twitter のキャンペーンでね当たった FDA のマスクですね、紹介させていただきました。今回の動画はね、役に立ったっていうねないと思うんですけども、もし面白かったらですねぜひねチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。
それではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。